どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。3分リズムトレーニングシリーズ始めていきましょう。はい、今回のリズムはですね、8ビートの、チャのシンコペーションです。シンコペーションマーク矢印でボーンと前に行くやっていきましょう。時間は3分間でテンポ100です。テロップを今回出しますんで、まあ言葉でも言っていきますけど、やっていきましょう。まず C を弾いてください。1,2,3 はい、 F でシンコペーションしてください。ここです。わかるシンコペーション G7 です。次 A マイナー、シンコペーションをした後に早くなんないように D マイナー G7 C D7マイナー、体4つで C ですよ。 D7 G7 A マイナー F C7ちょっとコード回し早くいきますよ。 F から G7 C A マイナー F G7 E マイナー7 A マイナー F G7 C A7 D マイナー G7 C いきましょう。全部シンコペーションすごいですね。 A7Dマイナー、もうちょっと早くいこうか。次 F G7 C です。 D7 G7 C。 シンコペーションはリズム早くなったらいいがちなんでね、シンコペーションをした後に、溜めてくださいね。次 A マイナーシンコペーション、ここですよ。F ドンとダン G7 ドンとダン C ドンとダン、もう一回 C とダッパドン、はい、終わりましょう。 C ジャカジャン。はい、シンコペーションのポイントはダンダドンとった、この突っ込んだ後に一回グッとこうタメを入れないとリズムどんどん速くなっていってしまうんで、体でこうリズムキープ、はい、楽しくリズムレッスンしてください。さあ、この3分ガズレリズムトレーニングプログラムの概要、詳しいことは概要欄に貼ってますんで、ぜひ URL 見て、他にもね、たくさんね3分レッスン上がってますんでやってみてください。1日3分でじわ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 習慣にしてですね、楽しくリズム上達楽しくいきましょう。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。